大変だ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 。ママ大変だ。わあびっくりした。何そんなに慌てて。大変なんだよママ。だから何？俺の自由研究がまだ終わってないんだ。もう夏休み終わるのにまだ自由研究やってなかったの？そうなんだよ、どうしよう、宿題終わんないよ。しょうがないわね。どうしようママ、何かいい案はあるの？ないわ、諦めなさい。もうしょうがないな、今からでも間に合う自由研究やってみよう。今からでも間に合う？じゃあ早速準備しよう。ありがとうママ。こちらでよ。ママ、自由研究何やんの？塩を使ってアイスキャンディーを作るよ。アイス作り？用意するものはこちら。試験管、温度計、マイナス20度以上のものが測れるものがいいよ。氷、ボール、塩、乳酸菌飲料。これでアイスができるのか。で、どうやってやるのママ？まず試験管に乳酸菌飲料を入れて割り箸を刺すよ。よいしょ、入るかな。 OK。 はい、よいしょ。はい、割り箸も入れます。はい、こっちに。よいしょ、こっちにも。よいしょ、入った。さあ、ここからが自由研究だよ。あ、そうだ、自由研究だった。まずはボウルいっぱいに氷を入れてね。はい、いきます。わー、この氷の中に試験管を入れればいいのかな。ちょっと待って、まずは氷の温度を測ってみよう。わかりました、刺します。今の氷の温度は 0.8 度。じゃあノートに記録してね。次はこの氷に塩を入れて混ぜてもう一回温度を測るよ。どれくらいかな、これくらい。そしたら混ぜてみよう。じゃあもう一度温度を測ってみてね。うん。うわー、どんどん下がっていく。氷に塩を混ぜて測ったらマイナス 14.9 度。氷に塩を入れる前と後では温度差が約マイナス14度もあるね。さあ、ここからが実験の醍醐味、アイス作りだよ。この氷の中になるべく埋まるように試験管を入れてね。よよよ、よし、できた。そしたら、なるべく涼しい場所に置いて数分ごとに乳酸菌と氷の温度をチェックするよ。今は全然固まってないね。おお、なんかちょっと固まってる。そんなにすぐ固まるんだ。じゃあストップウォッチをオンして、どのくらいで固まるか見てみようね。うん。さあ、あれから10分くらい経ったけど、氷の温度と乳酸菌飲料の様子はどうかな？氷の温度はマイナス 12.5 度。アイスは、あ、結構固まってきたんじゃない？アイスになってきたね。温度はマイナス15度。アイスの状態はガッチガチ。細い方なんかもう完成じゃない？ねえ、ちょっと一個食べてみたいんだけど、いいかな。どのくらい固まったかも気になるし、一個だけ食べてみよっか。やった。じゃあこれが一番固まってそうだから。すごっ。まだでも液だよ。さあ、ちょっと上の方。結構硬い。すごい固まってるね。ほほう、おお、固まってるけど、この最後がちょっと、あ、切れちゃった。はい、できました。すごい、ちゃんとしたアイスだね。うん、じゃあいただきます。うん、めっちゃおいしい。ちゃんと固まってる。うん、たった30分でアイスができた。さあ、1時間経ったよ。おお、温度はマイナス 13.6 度。さあ、固まったかな。うん、こっちの太いの出してみよう。どうかな。この
凍ってそうだけどね、見た感じ、ね、なんかだから、じゃあ外してみます。雪よっこいっしょ。おお、きれい、きれい、めっちゃおいしそう。じゃあニンニンが作ったみつき食べていいよ。あーあむペロどう？おいしい、おいしい。じゃあ俺も食べてみよう。中までちゃんと固まってて美味しい、うん、大成功だね。うん、アイスめっちゃ美味しかった。うんうん、これで1日で自由研究終わったね。うん、ママありがとう。あとはノートにちゃんとまとめるだけ。それとなんで冷凍庫に入れなくてもアイスキャンディーになったのか不思議に思ったら、そういうのも調べてみるといいよね。うん、みんなも自由研究に困ったらアイスキャンディー作ってみてね。そんなわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで、今日は辺で、バイバーイ。ダッシュマシオンからの挑戦、アハムービー、君はわかるか？これから出てくる画像の一部は、少しずつ変化していくよ。よーい、スタート！画像の変化に君は分かったか？正解はここ。次もまた挑戦してね。これから出てくる画像の一部は少しずつ変化していくよ。よーい、スタート！画像の変化に君は分かったか？正解。